沖縄県立博物館美術館が所蔵する首里城正殿模型。沖縄戦で失われる前の正殿を10分の1スケールで模しています。制作したのは工匠知念長英さん。戦前の首里城解体修理に携わり、戦後棟梁として守礼門の復元を指揮しました。細部にわたり造形の美しさが際立つ正殿模型、完成したのは沖縄戦から7年後、復興もままならない1952年でした。作品を修繕した人たちも知念長英さんの強い意志を感じ取りました。ただ形を作るんじゃなくて、その心意気をいつかはもう一回再生するっていう、そういうなんか強い意志みたいなものを感じますよね。すごい熱いラブレターだなと思って、今の人に対する。戦争で亡くなってしまった時にこのお城が復元ができたっていうことを、やっぱりその人の希望をきっとこの人は作りたかったんだろうなと思って。正殿模型に込めた一人の交渉の願いは、40年後平成の復元という形で実現することになるのです。次回は変額の大事をもう一度です。